鍋島直まは、非善国か島藩第十三代の藩主、佐賀藩主、鍋島直政のおい。天保14年12月11日、第十代藩主、鍋島忠まの三男として生まれる。かえ元年9月14日、第十二代藩主の鍋島直方が、本家の鍋島直政によって強制的に隠居させられ、その養子として数え6歳で家督を継いだ。 カエ六6年に、ロシアのプチャーチンが長崎に来航した際には、警備を行っている。また、犯行、特譲る官を、公文官と改名して、文部を奨励するなどした。万延元年12月、15日、備前神に、ジョイ、任官する。幕末期は、佐賀藩と行動を共にし、直政の命令で朝廷との交渉役を務めている。 文久三年十一月十九日に、備中神に潜任する。慶応二年には幕府に追われていた、添島種臣を庇護したりしている。慶応四年の母親戦争では新政府に教授にした。明治二年六月の藩一席奉還で、鹿島藩知事に任じられ、明治四年七月の廃藩知県で、藩知事を面会されて、東京に移った。 明治5年8月からアメリカ視察を行っている。明治9年には自重に任じられ、明治天皇の側近として仕えた。明治10年の西南戦争で、明治天皇が京都に赴いた際には同行、同年に侍補、翌明治11年に、区内御用係、文学御用係に任命、明治十二年四月に、初代の沖縄県令に任じられた。明治十三年に、 生後位に少女、明治14年に14位に助せられて、元老院議官となる。明治17年の家族例で死者区に助せられた。明治21年に提出制度調査委員に任じられ、十三位に助せられる。明治23年の第1回帝国議会選挙では、貴族院議員に選出され、同年7月10日に就任し、その後も4回にわたって、 再選を果たし死去するまで在任した。なお、地元、カッシュマなどでは、病院や学校の設立に尽力している。1890年10月20日、近景官志向となる。これらの功績から、明治天皇の死後も徴用され、大正4年には、正2位に除せられたが、6月14日に死去した。去年71。 死者区で、旧藩主である直昭が、沖縄県令に任命される人事は、門知を重んじる民心を踏まえ、家族の権威を利用して、琉球処分から、間がない沖縄県政の確立を起としたものであった。新県庁職員は、直明が引率した佐賀県出身者が要所を占める、ことになった。直明は、政府の方針に従い土地、租税、 地方制度などの休館をすべて継承する、休館温存を表明し、官学と官業を重点施策に掲げ実行に移した。明治13年に赴任すると衛生場外役があるとして、那覇市街において豚を養うことを禁じている。2年余りの在任中に、東京奨励策をめぐり旧琉球王国以来の特権を有していた鹿児島系気流商人と対立し、 琉球士族らの犯行もあり、県政は行き詰まり、明治十四年に辞職を余儀なくされたが、直昭に引きられた三十名余りの部下ともども、沖縄の基礎作りに貢献した。ただし、多数の部下を引き連れたことで、現地職員と大きな圧力を生んだことを反省し、公認の上杉持ちのりには人数を絞るよう、助言している。上杉に同行したのは、重木含め七名のみであった。 ありがとうございます。